窒化チタンとは非常に硬いセラミック材料であり、機材の表面特性を改善するために、チタン合金、鋼、炭化物、及びアルミニウム部品のコーティングとして利用される。薄くコーティングされたチンは、切削や修道面の保護、金色に見えることから、装飾、医療用インプラントの非毒性外装剤として使用される。ほとんどの用途では、 5マイクロメートル未満のコーティングが施される。窒化チタンは、ビッカースコード2400、弾性率 251GPA、熱膨張係数 9.3516K-1, 超電導転移温度 5.6K という特性を持つ。通常の大気中で摂取800度で酸化する。実験室での試験によれば、摂取20度で、科学的に安定であるが、高温になった。 農産溶液によってゆっくりと腐食される可能性がある。赤外線を反射するなど、反射スペクトルは、金と類似しており黄色味のかった外観である。機材及び表面仕上げによって、チンは別の潤滑されていないチン表面に対して0.4から0.9の範囲の摩擦係数を有する。一般的な賃は、化学量論約1、1で塩化ナトリウム型結晶構造を取り、 ティンクスの X が0.6から1.2の化合物でも熱力学的に安定である。窒化チタン膜を絶対0度付近まで冷却するとクーパー体絶縁体が超絶縁体になることが示された。チ膜の最も一般的な製造方法は物理基礎成長や化学基礎成長などである。両方法において純度の高いチタンを消化させ、 高エネルギーの真空間強化で窒素と反応させる。沈膜はまた、窒素雰囲気での反応成長によって、シタン製加工物上に生成させるのも可能である。アスボーナイト、隕石中にのみ見られる非常に稀な天然の、窒化チタン酸窒化チ,チタンコーティングされたナイフ。ありがとうございます。